これ大丈夫ですかねこれ速報で読売新聞がスクープで売ってあと夕刊で各社を言いましたけども外務省公伝漏洩大丈夫ですか中国に外務省の電報が漏れてたんですよこれ大事件ですよこれアメリカから怒られたのおいおいおいって何中国に漏れてんだよってもうね外務省って前からそう外務省の公伝って第二次世界大戦対米戦争でもう真珠湾攻撃の前には暗号解読されてたんだよで日本側は外 外電伝文解読されてないと思ってたら全部読まれてたんだもんバカでしょ日本国内でね外務省の動き続けだったんだから戦時中外務省っていつもダメねこういう時陸軍の暗号は終戦まで解読されませんでした海軍の暗号と外務省の暗号は解読されてたんだから <laughs> はい読みます外交上の機密情報を含む公伝をやり取りする外務省のシステムが中国のサイバー攻撃を受け 大規模な情報漏洩が起きていたことが分かった。アメリカ政府は2020年に日本政府に警告して対応を求め、日本側は主要な政府機関のシステムを点検し対策の強化を急いでいるって、なんで4年前の話が今頃出てくるんですかこれ大々大々大,大,大,大事件ですよ。日本の外交機密が中国に漏洩してたんですよ。中国のサイバー攻撃を受けてたんって言うんですよ。何やってんだよ、本当に。こんなの外務省自らね。 ななんんんでで発表ししいんです4年経っててだよ隠してたのこれ何やってんだよってアメリカから怒られて。それ怒られるわね。だってアメリカとのやり取りとかアメリカの機密もあるわけだから。こんなことやってたら日本に信用されませんよ、本当に。そんなね、特定機密保護法がどうのこうのとか言ってる。その前に外務省からダダ漏れだったらどうすんのよ。公文書の中でも特に秘匿が求められる公電のシステムが破られるのは極めて異例。日本のサイバー防衛の安全性にアメリカ アメリカが強い懸念を持っていることが浮き彫りになった関係者によるとアメリカ政府は安倍政権当時の20年夏日本の在外交換のネットワークが中国に見られていると日本側に伝えたそれに気づいたアメリカもすごいよねオタクの機密情報中国に見られてますよってアメリカが教えてくれたわけでしょアメリカってそういうとこすごいよね日本はえマジっすかって話でいやいやマジっすかじゃないよとあんたらダダ漏れだよって言われてえってアメリカに教えてもらってるわけだからね漏洩した情報の具体的な中身 攻撃をどのように把握したのかは明らかにしなかったが北京の日本大使館と外務省本省などで交わされた公伝が中国当局に幅広く読み取られていることを示唆した当時アメリカ国家安全保障局 NSA のポール・ナカソネ長官らが急遽来日して日本政府高官と会談したほか日米の事務者が 対応を協議した。この結果外務省に加え機密情報を扱う防衛省と警察庁公安調査庁内閣情報調査室の計5機関がシステムを点検し脆弱性のあるプログラムを改善することで一致した改善の状況は日米間で共有されアメリカ側は点検強化の継続を求めている。 公電には日本の外交官が外国政府などから得た極秘の情報も含まれる外部の傍受を防ぐため通常のインターネットを介さない兵役ネットワーク国際 IPVPN で送受信し 特殊な暗号を用いる外務省はサイバー攻撃があったことを含め詳細を明らかにしていない公電を所管する外務省情報通信課は読売新聞の取材に本件については情報セキュリティ上の理由から回答を差し控えれると答えただから結局外交公電に破られてても情報セキュリティ上の理由っていう大義名分を打ってそのこと自体を公表してこなかったわけですよねあんまり具体的なことを言うとねシステムのことをバレちゃったりするので詳細が聞きたいわけじゃないんですよ 中国に覗き見されてたということ外交伝聞がかなり幅広く中国に漏洩していたという事実これはですね公表すべきでしょうこれはすいませんでした っていう話ですよねいやセキュリティ上の理由でいや破られてるくせに何がセキュリティ上の理由だよって話でしょ破られてない状況で言えって話ですよそれはひといよね日本へのサイバー攻撃をめぐっては米紙ワシントンポストが昨年8月中国軍のハッカーが貿易機密を扱う政府のコンピューターシステムに侵入したと報じたが外務省の交電システムの被害が明らかになるのを初めて政府はサイバー貿易の抜本的強化に向け平時から情報システム監視して予兆を察知し、うん、重大な サーバー攻撃を未然に防ぐ能動的サイバー防御の導入を目指しているとただねこれおかしいのはどうも防御されているで暗号も解読されている可能性もあるで閉鎖空間でやり取りしてたら普通防御なんかできないんですよだからシステムに入り込んだ人がいるってことですよね でシステムに入り込むには認証しなきゃいけないわけだから認証キーが漏れてたってことですよねよく言われるのは誰かを装ったメールでクリックした途端感染しちゃったってよくある話ですよねホストコンピューターがいきなりダイレクトで攻撃受けることはないわけですよホストコンピューターにアクセスできるいくつかのパソコンの一つそこがウイルスに感染するとそこから行っちゃうわけですよね 要するに外部の人が身内のふりして入ってきちゃうわけですね外部の人って分かったら拒絶されるわけですから身内ですはいどうぞっていうねだからもうコンピューターを乗っ取られてる っていうねこれよくある古古典典的的なパターンでですすよね古典的ですけども結局ねほらあのいろいろあるじゃないですか次の天皇はあなたに決まりました次の即位ボタンを押してくださいってそれはあまりにもぶっ飛びすぎてましたけれども例えばねクレジットカードだったりなんだかんだありそうなものをそうかなと思って開けちゃったら実はそれ違いましたとかねそこまで一点解ねよくご一緒させてもらってる三宅さんがおっしゃってましたけども本当にそれっぽく来るんですって。ちゃんとした メールのように予想ってくるらしいんですよだから外交官向けには外交官向けの騙し方があるらしいんですねこれなら開けちゃうよなって忙しい中でバン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 開けてってね返答したりとかしてるうちにパッと開けたよそれが実は偽物だった というね、リンクを開いたり添付ファイル開いた途端感染しちゃってっていうだからもう向こう研究してますからね外交官を落とすすにはこれだってあるわけですよそれで私のところには「即位ボタンが来たんですかね次の天皇にあなたが決まりましたと」とつきましては「下のボタンをクリックしてください」って「即位する」ってボタンがありましたからね。<laughs> そんな の送ってくんなよって誰が押すんだよと思いましたけども私に向けて送ってるんですかねそれ誰が押すんですかそれ <laughs> ひどいでしょそんなの騙されませんよあ、そうなのじゃあって言即位ボタンを押すそんなバカなわけあるわけない <laughs> ちょっとそれはねツボ外してますけどもだから外交官向けのね あるんですよ例えばイギリス大使館のパーティーのお誘いとかねそうかなと思って開けたら実はウソピョンとかあるわけですからだからさすがに即位ボタンは押さないですけどもそこまで作り込まれたらああこの回ねとか言って結局一番怖いのはそういう古典的なやつなんですよ嘘のメールでちゃんとしたところから送られてると思っちゃって開いちゃうっていうねこれが実は一番ね立ち悪いんですよ そううすするとどこにででもも入ってきちゃうんですもんだって権限持ってる人のパソコンに入ってっちゃったらそれできちゃうんだから、まあ、そもそもねアクセスできちゃうパソコンでメールをいじること自体がダメなんですけどねアクセス権限のあるパソコンはインターネットを開いたりメールを読み込んだりとかそういうのから外してひたすらそのアクセス業務に専念させなきゃいけないんですよ。私一応ね IT 企業の社長ですからねその辺の情報セキュリティはねそこそこ詳しくなりましたけどもそんな誰かが間違って開いたらアウトってやつそんなやばいことないですよねだから一度もインターネットに繋いだことがないパソコンとかを使うんですねアクセスする時なのでちょっとまあ外務省が標的となってまんまとやられたんですよ対策対策対策っていうけども基本ができてないですねメール開いてるパソコンでそんなとこアクセスできてる時点でおかしいんですよそれは甘すぎますよ 外務省甘い。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。